はい、ナオミさん、こんにちは。水色です。今回はなんかプレイ動画でも別に BO4 関連でもないんですけど、なんかちょっとね、たまたまプレイステーションなんだっけストアでディアブロ3を漁ってたんですよ。そしたらなんと今月のプレイステーションのフリープレイ、何か知ってます？じゃんとね、やばくない？普通にびっくりしたんけど、デトロイトビカムヒューマンが、しかもデラックスバージョンが5400円が無料ってえぐくない？いや、もう最速でインストールしたんですけど、いやこれね、7月のやつらしくて、まあ、結構何もう2日経ってるんだけど気づかなくて、普通気づかないじゃん、見ないじゃん、プレイステーションプラス何かなって見るのかな、みんな見ないと思うんだけど、いやマジでね、これはね絶対にダウンロードした方がいい。何 FPS しか興味ないよって人は、まあ、別にやんなくていいと思うんだけど、いや、これはマジでやった方がいいと思う。で、しかも、デラックスエディション何がすごいかって、これ、オリジナルサウンドトラックもついてくるのと、デジタルアートも来るっていうね。しかもさ、めっちゃいいじゃん、この、何描画っていうの、この絵の感じ、違うな。CG の感じ、ゲームのさ、この世界観。そう、世界観。最高じゃない？デラックスじゃない方が4100ちょっとだったんだけど、デラックスが5100円。デラックスじゃない方が無料だったらまだわかるんだけど、ここで、デラックス来ちゃうあたり、もう太っ腹さが、こう、全面に押し出されてきてるよね。ちょっとね、本当にテンション上がっちゃって、いや、こんなん動員してどうすんだって思うかもしんないけど、いや、知らない人いたらもったいないかなと思って、いや、一応告知じゃないけど、作ろうかなって。別に、ね、いらないしさ、なんか、編集とか。すごくない？これ。俺、こういうのめっちゃ好きだからさ、うるさ。音量。めっちゃうるさいねんけど。めっちゃうるさいねんけど。すごいな。すごい。めっちゃ曲入ってたし。いやーってな感じでね、もうクソなんだろう。クソしょうもない動画かもしれないけど、いや、あるよーっていうね。もし、マイリスナーで、言えてなくて、ちょっとでもやりたかったよとか、こういうの好きだよって人、よかったら言えてね。言えてない人いたら。これなんかね、一応、やったこともないし、まあ、今回これで多分配信とかでやると思うんだけど、今後。瀬戸康史かなんかの動画見たんだけど、一回だけ。選択式の、なんか、パラレルワールド方式のストーリーみたいな。今、あるあるのさ、ストーリーが、エンディングが変わる系のやつらしくて、めちゃくちゃ、面白い。って有名なので、やりましょう、一緒に。はい。てな感じで終わりたいと思います。こんな動画を最後まで見てくれてありがとう。バイチャー。